今日は、ヒレンに負けてしまったということがあったんですけど、加藤が、うまく薫選手から取ってくれたんで、決勝に行けることになりました。このチャンスを生かして、尾崎に勝って、天野に挑戦したいと思います。どうせろくなルール考えてこないと思うので、ルール考えてこないっていうよりももうセコンド使わない、凶器使わない、もうリング上で OK してるんで、絶対勝ちたいと思います。まあ私がリーグ戦優勝するのは当たり前じゃん。まさか向こうは長嶋が出てくると思わなかったけど、さっき何試合後長嶋が狂気とセコンドいなきゃ勝てねえんだろうとかバカみたいなこと言ってるけどさ、まあ、狂気とセコンドなしがいいって言ってるからさ、まあしょうがないからそれでいいよ。ルール狂気なしセコンドなし、私がクリーンファイトですればあいつは満足いくわけでしょ。でも勝つのは私なんだよバーカ。